何時だと思ってんだ。起きろ。逮捕。よし。あなたは逮捕されたことありますか。多分ないでしょうね。そうそう、これね、あの前にエアークラフトっていうこのなんだ見えないか、なんていうのかな、あれが、バッテリーついててさ、これね、やってみようか。ミシェランのタイヤマンみたいになっちゃうんですよ。初めてね、今日は外がね38度になるっていうあの予報をしてて、今ぐるっと回ったけど、まあないよりはいいけど、結局外の外気の暑いのがそのまま入ってくるからさ、涼しくはないよね。ただないよりはね、中でこもることがないから、なんか冷気が出る方法ねあればと思います。さて、話戻しますけど、逮捕についてね、あるかないかっていうと、まあ、暴露話になっちゃうけど、僕はね、逮捕されたことがあります。それずいぶん前だけどさ。で、別に、なんていうの、誰かに迷惑かけたとかさ、被害者がいるとか、そういうやつじゃないんでね、まあ、別に、そんなにバレてもと思うぐらいの話だけど、みんな逮捕って聞くともう罪人っていうふうに思ってる人が多いようで、この間も上流国民が逮捕されなかった。それね、あんまり関係ないんだよね。逮捕ってなぜするかっていうと、まあ拘留するためにね、例えば緊急逮捕をするんだけど、まあまあ、証拠隠滅の恐れとか、逃亡するとか、そういう恐れがあるときに逮捕して拘留するという意味で、別に必ずしもね、逮捕されたからって、罪人じゃないということがまず1点目ね。で、最高でね、まあ、細かいことで言うと、最初の3日と10日と10日って、まあ、細かいことはさ、まあ、弁護士先生が YouTube とか上げてくれてるからさ、規定はいいとしてね、中っていうかさ、交流場のね、中の話の方が面白いかなと思って、よく別の話で訴えてやるなんてさ、ドラマでも言うけどさ、告訴するっていうのは刑事事件の話ね、イメージって逮捕の話なんだけど、民事事件ってお金のやり取りの話なんだけど、それで告訴するってことは間違えてて、それは提訴ね。民事事件の場合は、まあ民事訴訟の場合は提訴するっていう言葉を使うんだけども、あと被告と被告人の違い、民事の場合は被告と呼ばれて、であとね、刑事の場合は被告人っていう呼ばれ方をします。まあ、あとね、容疑者とか被疑者とかさ、まあ、それも細かく書いてあるんだけど、まあ、マスコミがね、結構ニュースの方が適当なこと言って、適当っていうか、誇張を合わせてなくて、番組によってね、そういうのもあるけど、逮捕自体はさ、例えば政治家とかさ、芸能人も逮捕されたなんて、結構ね、皆さんニュースで見るけども、大事なことは、そこから起訴されるかどうかなんだよね。さっき言ったように、こういうさ、なんか在宅起訴とかさ、家で起訴されると、それもドラマでもよくあるけどさ、起訴されると日本の場合は 99% はもう刑が確定すると有罪になるっていうね。だからみんな逮捕されれば何しようが、拘留された時にはね、起訴されないようにね。ただみんな起訴とは別に、例えば痴漢の冤罪もさ、さっき言ったように23日間マックスね、拘留されちゃうからさ、その間ね、サラリーマンだったら、本当にやってなくてもさ、周りにそういうのがバレるとかさ、会社にそれだけ穴を開けるとか、いろんなことを考えたときに、
ぱりもう認めて示談をねして出てくるっていうのはまあほとんど見たやつね。で僕はそんな話じゃない、僕はそうじゃないですよ。電車乗ることがまずないってで、大体こうその交流所っていうのは要は取り調べを受けるんだよね。ちょこちょこ警察官が来て、ああだこうだってどうだああだっていろいろ聞いて、その書類をもとに今度検事がね起訴するかどうかを決めるとかね、起訴猶予とかね、そういうのもあるけども、まあ起訴されると今度拘置所っていうところにね送られて今度裁判を待つようになるんだけども、まあそこでもね国選弁護士とさ、市選弁護士で全然こう裁判になるまでの期間も違えれば、裁判になってからも全然違うしね。でね、みんな権利として弁護士はつくんだよね。国選弁護士は無料でつけられるんだけど、やっぱりなんていうのかな、結局犯罪をね犯してしまう人って基本その裕福じゃないからそういうことをやる傾向が多いと思うんだよね。まあ、それを金持ちがやるのは別として、でも視線弁護士をねつけてさ、僕なんか恵まれてるのはさ、弁護士なんか頼んで、別にそんなのまあ罰金かなんか出るのかなと思ったから、そしたら弁護士が勝手に来たって言ってさ、なんだと思ったら某、ね、弁護士協会の会長が来て、なんだ最初人を間違え、僕頼んでませんよって、人を間違えてんじゃないですかって言ったら、いやそれは間違いないですって。で結局ねパッと出ることになったんだけどもさ、あと保釈金の話もちょっとしとくけど、保釈金っていうかあるんだけど、例えば保釈金何百万って何千万とかあるんだけど、基本的にはね僕のこのサラリーマンでその若い時で200万だったかな、保釈金が。で保釈金っていうのは返ってくるお金です。ね、それは財産によって変わるんだけども、これだけ保釈金として預かってても逃げないだろうということで、ちゃんと裁判の日に来るとそれは返しています。まあそういう意味では人によってね値段が全然違うんだよね。まあ一般の人はね300万もいかないんじゃないかなと思うけど、まあそれと別として、まずね中入ると4人部屋、もう幅で言ったら多分この部屋このカードちょっとしかない、あと1メーターぐらい、行きましょう、ちょっとこっち4畳半ぐらいのとこに4人詰められて、トイレだってね丸見えだしさ。でさっき言ったようにまだ取り締まりの最中だから、もしかして5人逮捕、もしかして無罪の可能性もある人間に対してね、まあ僕はちょっと気に入らなかったのは、若造のね警察官呼び捨てするわけよ、なんとかなんとか。まあ推定ね起訴されるだろうから、まあ、そういう風になるんだけど、まあそこで、寝泊まりをするんだけども、外出れるとしたら、まあ、運動の時間っていって、運動したってただベランダ出されるだけなんだけど、ただタバコ吸う人はそこでは座らせてくれるし、あと取り調べの時もね警察官が自分でね逮捕したらごめんねなんつってさ言いながらね、心理作戦だろうけどさ、まあタバコぐらい吸ってよってさ、まあそういう座る時もあるし、座る時もあるし、あと漫画本がねいっぱい置いてあるんだけど、実際10日も20日も入ったら読み暇だよね、もう全部読んでって、だから考える時間ね、別に一緒に入ってるやつと喋るのもいいんだけど、別にそんなに、ね、仲良くなる必要もないしさ、だから反省する、ね、何かをやって反省するのが本当に反省できる人生のうちでね、そんだけ暇って絶対ないでしょ。
何もできない、拘束されて好きなこともできない、ただ考えるだけっていう、ね、まあそういうのもね。だってお風呂もさ3日に1回かな確か、うん、で15分で、まあ当然風呂を湯船に浸かるなんて時間はないからさ、パパが終わって終わらせる時間ないし、あと一緒の部屋にいたのはセットで捕まったやつが一人ね。でそいつも何でも見た感じ全然悪さするようなのって、趣味がねちょっと変態な趣味でさ、学校に忍び込んでその制服とかさ、まあ、体操服とか盗むやつだったんだよね。でそこでもさ、まあいい話じゃないけどお勉強になったのはさ、何が怖いかって普通はね、あのどっか忍び込んだ時は発砲するっつって警報装置がピーってなるんだけども、おっかないの、侵入したのも分かってるんだけど発砲しないでそのまま、要は通報が行って捕まえるためのね、だから要は自分はバレてないと思うんだけど、まあ囲まれてるというか、まあそれで捕まったらしいけどね。あともう一人は麻薬中毒者だったね。まあその時はまともに会話できてたけど、あともう一人はどんなの全然覚えてないな。隣の部屋でね、外人さんっていうか若いやつになってたけど途中で首吊り自殺しちゃってさ、多分国に帰るとね、死刑になっちゃうから厳しい国の人だったんじゃないのかな、わからないけど、まあちょっとね、しみったれた話だけどさ、まあ興味あるっていうよりはみんなが思ってることを人権は認められてないとかそんなことはないんだよね。ただ自由は利かないっていうだけで、僕弁当飯が臭い飯なんて言うけども、臭い飯って刑務所の中のこと言うのか分かんないけど、僕は刑務所行ったことないですよ。ないけども、まあ弁当、普通のね仕出し弁当が出てくるんだよね。まあ別に量がないから安できちゃう、健康的だよね。うん、で今僕の言ってるのは交流の話なんで、刑務所の話じゃないから、よくドラマとか映画とかで出てくる、なんていうの、みんな整列して走ってるとかさ、そういう経験はないですよ。ただ交流されたことがあると。で、その時の話をね、してみようかなと思います。まあ、その時の話であればね、何か質問等あれば、うん、まあ、さっきも自分のために、言っておりますけど、別に僕はね、刑務所入ったわけじゃないし、サラリーマンずっと続けてますし、人に迷惑をかけたわけでもないし、まあ、回復歴があるということですね。まあ、そんなこんなで、質問等あればぜひお願いします。それと、別件で、何かね、ネタは欲しいなと思ってるんだけど、どんなことを聞きたいとかさ、どうなんだろう。今の、本当は YouTube って、お客っていうか、お客っていうか、自分の視聴者層を見れるんだけど、なんか僕のは見れないんだよね。で、実は違うチャンネルも持ってて、そっちは普通に出るんだよね。何歳か何歳か何パーセントとかさ、男女か何パーセントとか。で、そっちのチャンネルは、なんていうの、全然、収益化とかそんなんじゃなくて、僕も出てないし、スポーツをね、撮ってあげて、それをアップしてるだけなんで、アップっても一般公開しなくて、保存用にやってるんだけど、そっちはでも見れるんだよね。まあ、その辺もわからないけど、みんながどういうものをね、YouTube で求めているのか、こういう中途半端なおっさんの YouTuber ってバーじゃないけどね、金儲けしてるわけじゃないけど、YouTube やってる人ってあんまりないよね。若いのはあんまりいるけど、あと前言ったけどデンジャラス爺さんとかさ、あの人面白いね。
センスがある。話を聞いてて何より博識というかさ、その自分がもう80何歳だから自分の人生分、過去のことを語ってくれるだけで勉強になるっていうか面白みがあるよね。あと80だ90のおばあちゃんの動画を見せたら、あんだけ、まあ、とても自分で編集してるとは思えないけど、それ違って見てられるからさ、やっぱね、中途半端なのかな。ただ僕も前言ったように、その人のねことを批判するっていうか、なんかのテレビを見てニュースを見てああだこうだっていうのはあんまりやりたくないんだよね。それって二次情報、三次情報になってきちゃうからさ、自分の経験をもとにね、なんていうの、本当のことがわからないよね。ニュースがあとでね、各人の主観が入っちゃってるからさ、伝言ゲームと一緒で2人3人と伝わっていくと中身が全然変わってきちゃってね、それだと見てる、ね、人にも自分はねちゃんと言ってるつもりが実は中身が違ったなんて多分あると思う、現実的にさ。それじゃダメですさ。だから、ね、趣味を生かして、で実は僕はボート免許も持ってるんだよね。で一級船舶持ってて、でこの間まで、ね、ボートを持ってたんだけど、ぶっ壊れちゃってずっとそのままにしてて、またあそこにマリナのお金がさ毎月6万5万6万して、それも壊れてるのを置いといたから解約しちゃってさ、でやっぱマリナも今人気があるわけじゃないけど、なかなか審査、なかなかね、なんていうの、場所がなくてさ、なかなか止めさせてくれないんだよね。だから、船を安いのをどっかにもらうか、釣りのでも出したいなとかね、思ってるけど、またちょっとね、僕のこの、なんていうの、現場のあれとは、ちょっとね、内容が違ってきちゃうかなと思うんだけどさ。なので何かこれを聞きたいとか、これをやってほしいとか、うん、なんか僕の人気っていうか視聴回数見るとさ、一番コンパニオンのやつなんだよ、ピンクコンパニオンのやつでさ、で2位はブラックカードのやつか。うん、ブラックカードも、まあ、さっきの話だけど、持ってないのが、見てるとさ、YouTube 出してるの見ると、持ってないやつが出してる。なんか、切れちゃったみたいで、どこまで話して決まって切れちゃったか分かんないけど、僕みんな見てると、他の見てみたら、持ってるやつがさ、ブラックアートの作り方とかさ、特典とかいっぱい言ってるけど、持ってるやつが一人ぐらいしかいなかったね、現物を見せてさ。まあそれでお金儲けしてるっていうのもできてるっていうのもすごいけどさ、なぜ違うよね、俺の中の感覚と。情報なのか、それが情報になってるのかどうか。これもさ、くるくる回ってんの。これもね、ダイナース、それこそ、その、ね、YouTube でいうブラックカードだよ。ダイナースとさ、なんだっけ、プレミアムか。ダイナースプレミアムもらったやつ。あと3年間の手帳ね、3年間書き込める3年用の手帳とかさ、もあるんだけど。作り方についてはさ、また細かく裏技みたいのは誰も言ってなかった、裏技に近いものはあるはあるんだけど、別にさ前に言ったけど、それ持ってるからって何だってあるんだよね。今の時代そんなものを興味ない人のほとんどだろうし、ポイントだったら、まあ、楽天カードが一番ポイントつくみたいだしね。でそれを見せたところでさ、今多分通じないんだよね。ダイナースカード持ってるって言っても、昔だったらダイナース持ってるのと、一つのその、
ステータスだったんだよね。うん、そうあの場所によってダイナス使えないってところがいっぱいあってさ、なんでかっていうとさ、手数料が高すぎちゃってね、お店側がちょっとやめてくださいっていうのがあったのでダイナスは。海外の人もそうだし、まあそういう話とかもね、持ってる人じゃないと分かんないしね。まあそれは別として、今日はそんなところで終わりにしようと思います。それでは逮捕よし。てめえ何時だと思ってんだ、起きろ。ほい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 、マグロ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 、赤身中トロ大トロマグロ。なあそこのお姉さん、あんたマグロって知ってるかい？もし知らねえってんだったら教えてやってもいい。マグロのイロハってやつを。